こんばんは。今からまたボトルの撮影を開始します。今は、B 点の LED ライトをつけてる状態です。で、この状態で設定が露出がどんなものなのか、100-100の 0.7 で、 0.7 っていうのはないので、でシャッタースピードを変えていきます。で、 F 値を11まで持っていきます。はい、見ますか。シャッタースピードが 2.5 秒で、 F が11、 ISO が100、これをカメラの設定やります。撮ります。はい、これで撮れた写真がこちらです。まあ純粋にただ単に綺麗に撮れるっていうだけなんですけど、まあこれが基本形ですね。で、ここからライティングで陰影をつけるとか影をつけるっていうのが本領発揮というか、ライティングの楽しさです。では今日は以上です。